いつも南鳥チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ということで今回はタイトルにもあります通り、新規の動画投稿を本日9月1日をもって一時停止させていただくということで動画を撮らせていただいています。このことについて3つお話ししようと思うのですが、まず1つ目に休止の理由について、現在9月1日に撮影しているんですが、大道場のクロート以降、クロートから達人までが実装されるということで、今回は、虹色2023金達人を撮りたくて、動画の投稿を休止させていただきます。なんで動画の投稿を停止するのかっていうことなんですけど、金達人はやっぱり甘くないし、何しろ僕は初めて今回目指すことになるので、動画投稿を続けながら最終的に撮れなかったっていう感じになっても自分の中でも、モヤモヤが残るだろうし、そういう風になっても嫌だなというふうに思ったので、休止をさせていただくことになりました。2つ目、休止の期間についてですが、例えば12月頃に浮かれたとしたら、そのタイミングで、投稿復帰するっていう形になりますし、3月までかかってしまったら約半年間動画投稿を停止するという形になります。それでは、休止期間がどれぐらいになるかっていうのはまだわからないんですが、精一杯頑張りますので応援のほどよろしくお願いいたします。